皆さん、こんにちは。TBS 系バラエティ8時だよ。全員集合にて、様々な一発芸をヒットさせた加藤茶さん。今は続く嫌がらせの全貌という、今日は加藤茶さんのことについて紹介します。まずは、加藤茶さんの経歴とプロフィールから紹介します。1943年3月1日生まれ、東京都出身、トロンボーン奏者を目指して、スターダスターズのバンドボーイをやる。62年には桜井照夫とザ・ドリフターズにメンバー入る。64年、番組で披露した加藤ちゃんペットのギャグが受け、一躍人気者に。俳優としても複数のドラマに出演、中本浩二、高木ブートのコブ茶バンドなどで音楽活動も続けている。加藤ちゃんの愛称で知られ、1970年代より国民的人気を博す。45歳差婚で大きな話題になった加藤茶さんと嫁、彩菜さん。お二人の間に子供はいませんが、二人は子供のことをどう考えていたのか。また加藤茶さんと前妻との間に子供がいるのかも気になりますね。急逝した中本浩二さんとの最後の別れの場で、出棺の直前、遺体をスマホで執拗に撮り始めたのだ。故人を冒涜するような行為に、参列していた加藤茶の妻、彩菜らが激怒、静かに中本さんを送るはずの場に険悪な空気が立ち込めた。交通事故で亡くなったザ・ドリフターズの中本浩二さんの告別式が10月23日に都内の斎場で行われた。そこで今回は加藤茶さんと嫁彩菜さんに子供がいない3つの理由や妊活、前妻との子供についてまとめました。結婚してから10年以上経って今なお仲睦まじい加藤茶さんと嫁彩菜さんですが、二人の間に子供はいません。結婚後45歳という年齢差のこともあって、幾度となくインタビューなどで子供のことを聞かれたという加藤茶さんと嫁彩菜さん。結果的には子供を持たない選択をして、夫婦二人で多くの幸せな時間を共有しているそうです。子供を持たない選択をした加藤茶さんと嫁彩菜さんですが、その背景にはどんな理由があったのでしょうか。一不妊治療は加藤茶の負担が大きかったから。一つ目の理由は、高齢な加藤茶さんの身体に負担が大きいと分かったから。結婚8、9年目の頃、アドバイスをもらいに嫁彩菜さんが産婦人科に行った際、先生から絶対やった方がいいと不妊治療を勧められたそうです。しかし治療について詳しく聞いてみたら、加藤茶さんの身体に大きな負担がかかることが判明。加藤茶さんは、僕の身体がボロボロになってもいいよと言ってくれたそうですが、嫁彩菜さんはその言葉を聞いて不妊治療をやめたそうです。子供がいなくても加藤茶さんと一緒にいられたら幸せと感じた彩菜さん。加藤茶さんを誰よりも大切に思う嫁彩菜さんの愛の賜物ですね。に、加藤茶が泣いたから。二つ目の理由は、加藤茶さんが泣いたから周囲から子供について聞かれることも多く、周りの友達も多くが出産していて内心焦っていた嫁彩菜さんですが、加藤茶さんが泣いたことによって気持ちを切り替えたんだそうです。ある日、子供をテーマにした番組を加藤茶さんと二人で見ていた時に、うちには子供がいなくてごめんなと加藤茶さんが号泣しながら言ったのだそう。絶対泣くような人じゃない加藤茶さんが号泣する姿を見て、胸が締め付けられた嫁彩菜さん。加藤茶さんが病気で死ぬかもしれないと言われた時、加藤茶さんさえいてくれれば他に何もいらないと考えたことを思い出します。それから自然と、私の人生はこれで間違ってないと確信が持てるようになったとのこと。加藤茶さんと嫁彩菜さんの夫婦の絆を感じるエピソードですね。三両親が二人の幸せを尊重したから。三つ目の理由は、嫁彩菜さんの両親が二人の幸せを尊重してくれたから。彩菜さんは両親から一度も孫の顔を見たいと言われたことがないのだそう。一度だけ自分から孫を見たくないかと聞いた時、彩菜さんのご両親からは別にいればいいけど、いなかったらいなかったでいい。加藤茶さんがステージで輝いていることが一番の親孝行だし、二人の幸せが一番だからと言われたのだそう。子供ができなかったことにも意味があると。
ご両親に励まされた嫁彩奈さん。彩奈さんのご両親は子供思いの素敵な方ですね。加藤茶と前妻との間に子供はいる？子供がいなくても十分幸せなことが伝わってくる加藤茶さんと嫁彩奈さんですが、加藤茶さんは前妻との間に子供が3人います。加藤茶さんが1度目の結婚をしたのは1987年11月で、18歳年下の一般人女性鈴子さんと結婚しました。その後2人の間には2人の男の子と1人の女の子、計3人の子供を授かったようです。加藤茶さんの子供の顔画像や名前などを調べてみましたが、男の子2人は一般の方のようで情報は出てきませんでした。一方、長女加藤文代さんは一時期芸能界で活動していたことがあります。誕生日は1991年3月17日と言われているので、2023年の誕生日で32歳になる年齢ですね。2023年現在は芸能界で目立った活動はしていないようです。子供がいない加藤茶さんと嫁彩奈さんは2人の時間をとても大切にされていて、仲睦まじい様子が微笑ましいですよね。これからも応援しています。過去に大きな失敗をやらかしたしくじり先生たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティー、しくじり先生俺みたいになるな。11月18日の放送ではお笑い界の大御所加藤茶の妻彩奈が登壇。全然結婚を認めてもらえない先生として授業を行った。広島県出身で現在31歳の加藤彩奈は大学時代、都内の高級割烹料理店でアルバイトとして働いていた時に常連客だった加藤茶と出会い、2011年23歳で結婚。今年結婚9年目を迎えた。結婚を公表した時は45歳という年齢差もあって、加藤ちゃんの財産を狙う女と憶測を呼び、日本中から大バッシング。祝福を受けるどころか世間から全く結婚を認めてもらえなかったと振り返る。出会ってすぐに波長が合い、本人としては至って順調に交際から結婚へ進んだと感じている様子だった。半年もの間、加藤ちゃんの親友でドリフターズ初代メンバー小野康と盟友佐藤平が常に同伴するデートをしてきたという仰天エピソードなども交え、授業は進行。やがて話題は彼女がなぜこんなにも怪しまれてしまったのかに移り、日本中にヤバい妻という疑惑を抱かせてしまったしくじりも公開した。世間に最悪のイメージを植え付けてしまった最初のミスは、家族や勤務先に報告する前に婚姻届を提出し、その後も結婚を公表しなかったこと。そのせいで入籍から5ヶ月後、結婚をマスコミにすっぱ抜かれ、彼女の存在は世間の知るところとなり、加藤夫妻の悲劇は始まった。45歳も年下ということから、絶対に財産目当てだと世間の憶測をかきたててしまったのだ。このしくじりを踏まえた上で、謎は人の興味を生む。周囲に自分たちの関係を表明することが大事だという教訓を述べた。マスコミにすっぱ抜かれ、着せずして結婚バレしてしまった。自分からもきちんと結婚について発信しようとブログに記事を上げたが、そこで使った加藤ちゃんとのツーショットはあろうことか目をクリクリに加工したプリクラ写真だったため、世間からはさらなる不況を買う結果に。その後もド派手な衣装でテレビに出演したり、高カロリー料理の写真をブログに投稿したり、着実にお金目当てのヤバい妻と誤解されるしくじりを重ねる。やがて愛用の自転車がボコボコにされて庭の木に吊るされるという恐怖の嫌がらせまで発生。そんな悲劇も自分の軽率な行動が招いた結果だと猛省する彼女は、私は世間から遺産や保険金目当てだと言われていますが、と前置きし、貯金額はちょっとだけよと愛する夫の定番ネタをポーズ付きで引用して、みんなが思っているほど加藤ちゃんにはお金がないことを明かした。加藤ちゃんの気前の良さは芸能界でも有名な話で、飲み屋さんで知らないお客さんたちの分までおごったり、ラスベガスで VIP 待遇されるほどお金を落としたりしてきたせいで、結婚直後は彼女も驚くほど貯金が少なかったそうだ。
授業後半、彼女は夫の闘病生活についても激白。2014年、突然、病に倒れた加トちゃん。巫女にも及んだ入院生活で弱気になったせいか。俺が死んだらすぐに再婚して子供を作りなさい、と妻に告げたそうです。妻である自分のことを第一に考えてくれたその言葉に胸を打たれた彩菜は、何とかして夫を元気づけたいと献身的に支え続けた。そのおかげもあり、医師から完治は難しいと言われていたにもかかわらず、見事に大病を克服。この闘病経験を経て、夫婦の絆がより強まったと確信。最近では夫婦の仲を認めてくれる人も徐々に現れるようになっているそうだ。そして最後に、結婚や交際を反対されているカップルたちに向け、一日一日を楽しく生きていこうと思いますと朗らかに述べた彼女は、結婚は一生かけてするもの、仲良く暮らすには夫婦ならではの思いやりが必要という教訓で今回の授業を終えた。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。